貴船神社は兵庫県天ヶ崎市西本町六丁目にある神社。京都の貴船神社を総本宮とする旧天ヶ崎町の総宇神,神。いわゆる天ヶ崎のだんじり祭りは同社が有名である。なお、同名の神社が市内の長須中通り三丁目にも存在する。発祥の地は長須の貴船神社とされ、 中世の発展とともに分子されたものと考えられる。本校では分子された西本町の木船神社を中心に記述するが、上記の経緯から長須の同社についても合わせて述べることとする。木船神社創建のゆえんについては、平安戦との際に運搬船を仕立てた騎士が、帰船者を祀った逸話や、入川上神社、木船神社との関連等諸説ある。 東長洲あざ南畑に創建された、貴船神社はその後も同地に鎮座し、東長洲の氏神として祀られている。社号については、近世には、貴船大明神とも称したほか、西本町の同社と区別するため、長崎船神社と称する場合もある。主催神は、高尾神、毎年10月の体育の日前日に例祭が行われる。長洲からの分子については、 中世に行われたものと考えられる。創建の地は天ヶ崎城の西三の丸にあったが、同地に戸田市鉄が天ヶ崎城を改築するのに伴い現な年間に西屋敷役人町に移転、さらに1715年に宮町の現在地へ移転した。年表漁業や水運を司る水人として、長洲の神社同様、高尾神が巨民、海民の信仰を集めた。 また、近世にはたびたび雨乞いの神事が行われるなど、農業の上でも重要な信仰対象であり、歴代甘ヶ崎藩主の集計も扱ったと伝えられる。大祭、宵宮宮宮ヶ崎町の僧者であった同社の夏祭りには、各町から団りが繰り出し、城下全体が年間で一番の賑わいを見せた。境内には芝居小屋があり、祭りの時以外にも様々な見世物工業や宮相も。 上瑠璃などが模様され、浄化庶民の娯楽の場であった。現在も毎年8月1日2日には、だんじりの巡行が行われている。社殿南門白波稲荷神社本殿、平殿、拝殿、月兵からなる社殿と、7つの境内社が鎮座する。また、尼崎市内の神社では珍しく表門を構える。ありがとうございます。